皆さんこんにちは。メディアデザインメジャーの紹介を始めます。メディアデザインメジャーはシステム工学部では唯一、名前が全部カタカナのメジャーです。まず名前の説明をします。まずメディアです。マスメディアとか聞きますし、パソコン売り場に行けばメディア売り場にメモリーカードとかがあります。メディアは情報を載せるもの、情報を伝える手段です。次にデザインですが、意図を持って具体的な形にすることです。広くは設計や企画も含みます。メディアデザインとは、人と人をつなぎ、感情や体験を伝え、共有するための道具や環境をデザインする領域です。コンピュータの発達とネットの普及により、世界にサイバースペースと呼ばれる世界がもう一つ増えました。そしてこの新しい世界は急速に変化し発展しています。メディアデザインはこの新しい世界で活動します。デザインと情報の両方の素養を持ったデザインエンジニアの育成を目指す領域横断型のメジャーです。プロダクトデザイナーのようなデザインの比重の高いものから、システムエンジニアのような情報の比重が高いものまで、幅広い人材を世界に送り出しています。メディアデザインメジャーを略して MD メジャーと呼んでいます。この図は MD メジャーの専門科目をグループ分けしたものです。デザイングループのほか、メディアは視覚情報を扱うビジュアルグループ、聴覚情報を扱うサウンドグループに分けてあります。 MD メジャーの教員の専門はこのように多岐にわたっています。簡単に分けると、左側がメディア系、右側がデザイン系です。これは MD メジャーの専門科目の最新の系統図です。デザイン系とメディア系の科目群のカリキュラムが整備され、両方を横断する演習があることがポイントです。デザイン科目群では、工業製品、インテリア、コンテンツ制作、人とシステムをつなぐインターフェースを対象に、数理的知識による企画、計画技法、デザインスキルを学びます。メディア系の科目群では、グラフィックスなど視覚情報系と、音声、音響などの聴覚情報系の広範囲にわたります。大学によっては情報系学部に聴覚情報系がないところも多く、 MD メジャーの特徴になっています。デザイン系、メディア系を個別に学ぶだけでなく、総合的に活用させる演習群も用意されています。MD メジャーのコンピュータグラフィックスという授業では、単にソフトウェアの使い方は教えません。既存のソフトウェアにできないことが実現できる人材の育成を目指します。重要なメディアである音声は見えません。まず音声を把握し、分析、加工するにはスキルと理論、理解の両方が必要です。サウンドプログラミング演習ではそれを体験しながら学びます。MD メジャーのデザインは、芸術家の芸術のための創作活動ではなく、使用者のニーズを調査し、機能を企画し、それを実現する表現を作り出すことです。理由のある誰もが納得するデザインを学びます。システム工学部ではコース制をとっています。メジャーの組み合わせをコースと呼んでおり、第2メジャーは自由に選べますが、いくつかのコースについて紹介します。メディアデザインメジャーは、社会情報学メジャーのコースがデザインシステムコースとして示されています。MD メジャーで一番多いコース選択となっており、理数系のマインドと人間中心の考え方に裏打ちされた感情豊かで、新産業をリードする実力を持ったエンジニアやデザイナーを育てるコースです。
その他のコースとして、昨年度は ED メジャーを第二として、建築土木系の地方自治体公務員上級職に進んだ例があります。これは MD メジャーの中島教授の研究に、デザイン面から MD メジャーの原田教授が協力した例です。建築系デザインは、設計後、実際に作る前に入念な検討が必要です。もう図面を手書きしている時代ではなく、デザイン企画とコンピュータグラフィックスでの検討を経て、川澄先生により図書館の増築がされました。3D グラフィックスでのバーチャルリアリティ、機械学習による人工知能など、コンピュータの世界は処理技術と表現技術が急速に進化しています。デザイン系とメディア系を横断的に学んだ学生の活躍を紹介します。 MD メジャーの学生は様々な活動を行っています。中でも多くのコンテストで入賞実績を上げています。まず飯塚市主催のスマートフォンアプリ開発コンテストで3年連続で最優秀賞を取っています。他にも未来のエレベーターを企画するコンテストで最優秀賞を受賞しています。学部2年生での受賞もあります。オージス総研は大阪ガス系列の IT 企業でソフトウェアコンテストを毎年開催しています。昨年は焦らないソフトウェアというテーマでした。 MD メジャーは昨年度に非常な強さを発揮し、受賞5チーム中3チームが MD メジャー学生の参加チームでした。皆さんも MD メジャーに来てぜひチャレンジしてみませんか。コンテスト以外にも学会発表でも受賞しています。コンピュータ内の群衆を群衆として制御したまま、個々が独自に判断しているように動かす研究です。このようなゲームに近い研究も行っています。これらはシステム工学部のホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。ここからは卒業後の進路についてお話しします。最初の方で述べましたが、コンピュータとネットの発達で急速に発展している新しい世界で活躍できる人材を育成しています。世界は広く、活躍の場は多様です。具体的にはデザインと情報技術の両方の素養がこれからの世界で重要です。技術の進歩と普及は早く、技術的には同等のものが世界中で作られます。差が出るとしたら操作性などのデザイン部分です。デザインと情報技術の両方を持っていることが鍵で、 MD メジャーにはそれがあります。またそれに対応した資格もあります。デザイン系ではプロダクトデザイナーやグラフィックスデザイナーを輩出しています。メディア系ではゲーム会社や研究者もいます。これはホームページで公開されている昨年度の就職状況です。左が学部卒、右が修士の進路です。社会情報学メジャーと合わせた人数となっています。学部卒で就職したのが33名です。大学院進学者数は左下にあります。33名で、大体学部で就職と大学院進学は半分ずつくらいです。業種的には情報通信業が学部卒、修士とも主流です。上場グループ企業は安定感のある企業の目安になります。こちらは修士の方が例年多くなります。学部卒の就職先企業一覧です。原則的に就職先はすべて掲載されています。赤枠で囲ったものが MD メジャーの就職先です。 SI メジャーと重複するものもあります。 IT 系以外は企業内の IT 部署、いわゆる社内システムエンジニアが多いようです。特徴的なところでは、ゲーム制作会社やプロダクトデザイナーは
数は多くありませんが、MD メジャーが主流です。こちらは収支です。この年の収支終了者は少なめです。なお、この年の収支はメジャー制になる前の学生で、旧デザイン情報学科卒です。こちらも MD メジャーを赤で囲みました。メジャー区分は所属研究室によります。顧客が消費者でないと知名度が低いのが一般的です。例えばゲームだと、販売会社と制作会社が別なら、制作会社の知名度は低くなります。コンピュータとネットが作り、発展を続ける新しい世界で活躍してみませんか？ぜひ MD メジャーの各研究室のビデオもご覧ください。